どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。えー、ゲストもうファミリーでございます。ホタテエズ川口くんですお願いいたします。はい、ホタテエズ川口ですお願いします。さあじゃあもう、はい、早速あい,いいでしょうか。はい早速あのー、島さんネタ合わせとかって。 まあ、あの稽古場とか会議室で使われるじゃないですかまあここもね今日実はホリプロコムの稽古場でいろんな芸人さんバナナマンさんとかも,、ねはい、もうライブの時はやってますけども。はい、なんですけどやっぱこう若手とかって、えー、まあネタ合わせの場所公園とかカラオケとか、まあ、相方の家とかなんですけどまあこれ僕の知り合いの後輩から聞いた話なんですけど、はいまあ、もう芸人は辞めちゃって。 2年ぐらい前にただその後輩がよく使ってたカラオケボックスがあってカラオケボックスねやっぱこうね防音、はい、で声出せるからいいんですよねであの店員さんともめちゃくちゃ仲良くて、はい、でその店員さんがもともとバンドマンで「お原因やってるんです」って言ったら「はい、ああじゃあもうあほ、まあ、本当はダメだけど安くちょっと割引して使っていいですよ」あ,<ー>ありがたいね、はい、すげえいいカラオケだったんです」うん、って言っててただそのカラオケ、まあ、その後輩がよくまあコンパとか飲み会とかも使ってって。 らしいんですよ、うん、でまあ、えー、例えば22とか33でも、えー、10人部屋20人部屋のちょっと大部屋案内して使わせてくれたりとか <laughs> 今日暇なんで大部屋使っていいですよみたいな感じで使わしてくれててでその後輩がそのコンパした時にまあ女の子がバー3人後からバーってきてでまあ普通に飲んでたらしいんですけど1人女の子がね、えー、1時間も経たないうちに結構な頻度でトイレ行くらしいんですよ。はいで えまあお酒弱いのかなみたいなで結構こう気遣ってて「まあ、無理しなくていいよ」みたいな「まあ、飲めなかったらソフトドリンクでいいから」って言ったんですけど結局2時間もしないうちにそのの一人子だって22でしょえっと33で<あ>、えー、来てて一人の女の子が、まあ、帰っちゃったんですね、はい、で3人になってでその幹事の女の子に「一、えー、人帰っちゃった子大丈夫?」みたいな「その体調悪かったの?」みたいな感じ聞いたけど結構濁されちゃったらしくて「まあ、まあ,あの子は大丈夫?」みたいな。で でもなんかすごい腑に落ちないというかなんか別に気分悪そうな感じでもないし、うん、なんかあったのかなで後でまあとでグループ LINE 作るからその時まあ個別で LINE した時に聞いてみようってなったらしくて後輩が、えー、LINE したらしいんですよ「うん、この間ありがとうございました」つって「あの時体調悪かったんですか?」みたいな「また今度みんなで飲みましょう」みたいなこと言ったら「この間、うんあまあ、返信返ってきてこの間先帰っちゃってすいません」みたいな「みんなでまた飲みましょう」みたいなただあの今度飲む時は別の 場所私用意しときますね予約しときますねみたいな感じで、あ、じゃあカラオケが苦手だったのかな,な<ー>みたいなそん時はそんぐらいの持ってたんですけどまた後日その今度別のやつとその女の子を感じにして先帰っちゃった子を感じにしてサンサぐらいに飲んだらしいんですよで今度はちゃんとしたこうちょっとおしゃれなというか、えー、居酒屋っぽいところで飲み会してそん時に、えー、その時なんで帰っちゃったかっていうのを 教えてくれたらしいんですけどはい、はい、なんか女の子がもともとちょっとそういう見える体質というか、うん、ついちゃう体質みたいな。でそのカラオケに入った瞬間にカラオケの入り口に、えー、もう何人か人かこういいたらしいんですよそれは普通の人みたいな感じで見えててあ結構混んでるカラオケなんだなと思ったらしいんですけどいざみんなバンバンこう入ってったら全部その並んでる列の人を 人ぐらいが全部だったらしくて、えー、<laughs> でこう受付の周りにこうふうに6人ぐらい並んでるらしいですで「あこれこの店ちょっとダメだな」ってで,で帰ろうかなと思ったけど来てすぐ帰るのもやっぱちょっとな感じ悪いし<礼>ちょっと一杯に飲んで帰ろうかなと思ってでその大部屋のそこに入ったら大部屋に「さんさん」サンサンって聞いてるんですけど。 もう人人ぐららいいいがるしんです、ねはい、でもその人っていうのは何で15人確認できたかっていうとまあ、えーね、20人部屋ぐらいのかな結構大部屋に、えー、と大きいソファーに丸い子が多分何個かこう付け、えー、の前にも置いてあるんですけどそこに結構なヒントでこう1個ずつ間隔で人がこう座ってるらしいんですの 間違いですその例えば普通にただ単にこういうパーティーみたいな感じで集まったのかなと思ってみんなでじゃあ乾杯しようって言ったらお酒を持ったたのが6人だけだけったらしいんですあもう分けついてなかった、はい、であこれお酒持ってない人はみんなあ亡くなってる方かもしくはなんかここら辺で何かあったのかでもこんな大人数の例が集まるってな何かあんのかなって。でその時にもうすでに気持ち悪かったらしいんですけど。 その子の体質で気持ち悪くなっちゃうと口の中に何かあるものがこうどんどん出てきちゃうらしいんですえー初めて聞いた、はい、で僕も初めて聞いたんですけどで女の子は何回かトイレ行ったって言ってたじゃないですかその後輩がね。そしたらその何回も何回もトイレ行ってる時に僕はてっ気持ち悪いからトイレ行ってるのかなって後輩が思ったらしいんですけどじゃなくてこの霊を感じたり目合っちゃうと口の中にあの。 歯みたいなのがで出てくるっていうかこう入,入ってくるというか歯ってあのこの歯<の>にューシーぐらいの大きさらしいですよ子供の乳ュみたいなが口の中にこういきなりこう出てくるらしいんですよでパッてなってで一回ちょっとトイレ行ってくるてその場でなんかこう出すのもあれなんでで一回ずつトイレ行ってでも結構な人数そのやっぱその。 空間にいたらしくて結構なインドでその口の中に歯みたいのが出てくるからあもうこの場にはいられないって言って帰っちゃったんですけどそういうなんか特殊な体質の女の女子えじゃあその歯っていうのが、はい、もちろん生えてくるわけじゃなくて口の中にポーンって出てくるから、はい、それを吐き出して吐き出して、はい、でコロン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 ってこと 僕例えばあったか分かんないですけどカルピスとか飲んだ時にちょっと現役のなんかあ膜みたいな膜みたいなあれの感覚なんじゃないかなっていうこのなんかでも歯ですよねかつ乳脂ぐらいの大きさって言いました子供の赤ちゃんの乳脂ぐらいのちっちゃい歯まあ硬いやつって言いましたまあ歯が正解なのか爪なのか分かんないですけどその何かこう硬い物質が物質化現象みたいな感じ口の中にどんどん出てきてそれを目とかがこう例とかとあったり 感じたりすると、口の中にどんどん出てきちゃうっていう。で、パラって捨てて。はい。なんか、いや、あのー、本当、はい、可能だったら。はい、それって、現物、ね。現物あってさ。はい。で、本当に成分とか。いや、でもだ、た、軽いんせとかしてもらったりしたら。確かに。まだ、あ、でも、連絡取れるのかな。ちょっと、僕、今度、インタビューしてきますわ。え、で,でも、それ、もし、ですけど。はい、その、出てきた。はい。 出現した歯みたいなやつ、はい、現物あったらこれもう結構すごいことだよねでも私でだ出てくれるんですかねそなんかでもなんか本人は結構別にまあこの場だからみたいな感じだノりだったらしいんですけど歯、うん、じゃあ出してくださいって言ってマジックじゃないですもんねなんか分析ほんとねできない人はしてみたいですよね、はい、でそれこそ月刊ムーとか持ってたて、はい、あ三上さんとかに、はい。 本当に歯ですとかなったらちょっとりたいす、ね、ですしかもなんか DNA しゃべったら本当亡くなった方と同じだったとかいやもしなったらいや本当その人が気持ち悪いですよね <laughs> ってことなのかとか、えー、でただそのカラオケっていうのがいま、えっと、だにまだ、えー、続いてるというか、まあ、現存しているお店でしてそのカラオケにまたまつわる別のお話もちょっとしたのが後日あ はいはい、その後輩が「安いから使ってよ」って別の後輩にこう紹介してまあえと別の後輩がネタ合わせで使ってたらまあ合間ちょっと中休憩というか休憩じゃない一曲カラオケ歌うかってなってカラオケの曲入れたら「手拍子が結構な頻度で入る」って言ってで最初その入れたやつはあ「手拍子が入る曲なんだ」と思って。 って一切触れずに歌ってたらしいんですけどよくよく考えたら「この曲って手拍子あるやつじゃないよな」ってでもう一人のやつは全然気づかずでも、えー、ネタ合わせが終わって「さっきの曲手拍子ずっと入ってたよね」ってこうなんか変な拍子らしいんですなんかこう,こうリズミカルじゃなくてなんかみたいなこうなんかい一拍遅いというか。うんうんうん なんかこうお参りの時の感じ。え<ー>な,なんかちょっと、こう。遅いと気持ち悪いタイミングというか。ってなってて。なんか気持ち悪いねって話したら。その部屋の隅に。なんか女の子が立ってる。なんていうの、視覚で。ギリギリ見える感じとかですね,、うん、の辺ね。はいはいはい。だから、僕、こう、真正面向いてても。こう、ギリギリ島田さんっていうのを認識できるじゃないですか。うん、人が立ってる。はい、の感覚で、部屋の隅に女の子が立ってて、こう。 拍手してたっていう話が後日談で、はい、<laughs> あるっていうカラオケの話です。はい、都内ですか？ええ神奈川です。神奈川,神奈川はい。神奈川のちょ,ちょっと離れたところですね。ええ<ー>、田舎と言いますかね。カラオケボックスの中にもう10人以上いる。はい、それが、ね、入り口にも並んでるって。<laughs> はい。なんかその場所って何か違和感的場所あったりするんですかね, <laughs> ね？僕予想なんですけど、冷凍なんじゃねえああ<ー>。なんかちょちょうど 帰ろううとしてててていいる時にみんんなななまってってんじゃないかなっていう、まあ、座ってんのはちょっと分かんないですけどね。っていう、はい、ちょっと本当にあの、はい、その方、はい、もしねその歯みたいなやつとか、はいはい、保管されてるとか、はい、あと今度もしまた出た時にちょっとそれね、はい、取っておいてもらいたいとかしたらすごいわかりましたちょっと聞いておきますマジで歯の成分あのね現物見れたらすごいですよね。いやもう弱い心霊写真出してる場合じゃないですよそうしたらね。 これなんですみたいなことなったら、すごいから。わかりました。じゃ、あ本当にそのちっちゃい歯、な、わかんないですけど、そのちっちゃいやつが入手できたら。すぐこれなく。入手できました。ちょっとまた、どうした、ぜひ、出てくださいね。え、それまでは読んで、読んで、読みますけど、そのちっちゃい歯がもし入手していただけたら、もう絶対来てください。わかりました。はいついに入手できます。いや、もう、皆さん見たいですよね。ちょっと、それは、いや、確かに調べていただきたいの、本当に。 い,ね、いやでも本当三上さんとかもう本当ムー」の紙面で取り上げてくださって多分すぐ分析とか知れると思うよ本当ですかうわ、んうん、めっちゃくちゃありがたいですねマジで謎の,現象のいや初めて聞きましたけども、はい、また今日もとんでもない話、はい、いやすいませんあり,がとうまありがとうございました,ま,したまた新ネタというか,ああなんかどんどん知りれてるみたいですねもう僕の中の中 この目標というか島田さんの「おかえりめぐる」のチャンネルではやっぱ新ネタを下ろそう <laughs> 新ネタって言い方もあれですけど新しいお話をやっぱ紹介したいじゃないですかやっぱ聞いたことあるよって思われるのもちょっとあれなんでいやいやまあでも今後はね、はい、自分の方で話していってほしいなだと思うんですけど、はい、もちろんはいはいそうですねちょっとじゃあ今日も期待しちゃっていいですかはいます、あのー、そうですねあの僕の知り合いであのお寺の息子さんがいらっしゃって。はい でそいつも仲いいんですけど、何歳ぐらいの方なんですか？えっと三十ぐらいですね。でもう元々ちょっと芸人やっててやめちゃって、え、うん、お寺を継ぐってやつがいたんですよ。で、そいつにあのやっぱお寺なんでそういうこう霊的な話とか,なか怖い話とかなんかないって聞いて、うん、でそいつからまあ聞いた話をちょっと今日はしてもらおうと思うんですけど、はい、そいつがちょっとまあやんちゃなやつで、うん、こう。 お化けとかほんと信じないんですよ、うん、お寺の息子さんなんですけど霊とかいないよというか否定派というかあその方は特にそのお寺を継ぐとかお坊さんになってるってわけではない、はい、一応継ぐっていうなってるんですけどあ今,後、はい、今後なってるんですけどただこう霊とかをそんなにこうまだ信じてないというかお化け怖くないというか、うん、で、まあ、そいつが僕はこうオカルトとか好きなんでお化けとかこう霊とかの話をなんかない、うん、って聞くと。 ななななんんでそんなにそにうういのの好きなの、うん、なんかこうやっぱ怖いもの見たさというか僕霊感ないからなんかそういうのをいろいろ聞いてちょっと怖いもの見たさでいろんな人が聞いたりして集めたりしてるんだよっつったら「分かったよ」っつって、うん、俺の周りにもちょっとそういうまあ霊媒師っていうなりわにしてる人じゃなくて霊感があるっていう人が何人かいると。うん、でもまあ自分自身は信じてないからちょっと確かめてくるわっつって。ははい、はい そいつが心霊スポットに知り合いの霊感あるって言われてる人3人連れてって、うんはい、じゃあ,あの今から出るっていう部屋があるんでそこに1人ずつ僕と来てもらえますって言ってでこの部屋の中のどこに霊がいるか教えてくださいとえそれはいわゆるマンションの一室みたいなことえー、と廃墟ですね心霊スポットの廃墟心霊スポットの廃墟ね、はい、その霊感があるって言われてる人3人とその寺の息子の友達が4人で行って。 で一人ずつその友達と霊感あるやつ一人ずつ部屋に入ってでもみんなこの霊感ある人っていうのは見えるからじゃあ同じとこも指さすじゃないですか。なるほど背景の中でも、はい、この部屋この場所っていうのがどうも幽霊がいるらしいって話があるから、はいんはい、みんながそこって言ったら本物だってなりますもんねあ、はい、で一、まあ、人目の人、まあ、男性の方一緒に部屋入ってじゃあこの部屋のどこにいますって言ったらその人はこう本当二3分ぐらいこう部屋見渡して。 でまあ、廃墟なんで、まあ、結構もうどこがどうとか分かりづらくてもう結構崩れちゃってるんですよ壁とかも崩れてるんですけど壁際の奥の方を指してあそこら辺になんか立ってる感じがしますみたいなただちょっと後ろ向いてるんで男性か女性か分からないですって言って「他ありませんか?」って言ってい,やいないですね」って,ってあ「分かりました」って言ってで2人目女性の方で一緒にその友達入って。 で「どこにいるとは言わないんですよもちろん2人目の人にも」で「でこの部屋の中のどこにあの霊的なのを感じますいます?」って言ったら「ちょっと待ってくださいね」ってで2人目の女性の人はこう目つぶりながらなんかこう自分の中のあるんでしょうねなんかこう感じる方をあなんか入り口入ったすぐのとこの壁になんか立ってますあれさっきの人と違うなあ違うんだはいなって、はい、分かりました」っつって。 でじゃあ,さあの「入ってください」って案内してでこの廃墟の、まあ、部屋の中に「どこにいます?」っつったら「もう入るなりあちょっと本当にちょっとやめましょう」みたいなこと言うんですって、はい、それもえなんかそういう雰囲気を怖がらせるために、うん、また言ってんでしょみたいなでもなんか今までの2人もその壁際にいたり手前にいたりとか言われたから見えないけどちょっと嫌だなと思ったら、うん、しいんです。 どこにいますもう早く教えてもう早く帰りましょうっつったら、まあ、言いますけど、まあ、見えないからあれかもしれないですけどこの部屋には、えっと「そことそことそこにいます」って言ってこの最後の人だけには全部見えてるんですよ。はあ。これ何が言いたいかっていうと霊感あるって言ってる人によってこう見える霊の周波数の一致とも違うというか霊とも相性があるってこと、はい 例えば僕が見えます島田さん見えますって言って僕はここに見えてても島田さんに見えない可能性があって島田さんがそっちに見えてるって言っても僕に見えない可能性があるからこれ一概に見えないって思ってても実はいるっていうのをそういったそこで信じちゃったっていうなんかちょっと不思議な体験の話を聞かされて、はい、あのーはい、僕本当に最悪だったんですけどね。<laughs> はい、まあ,あのー まさにそういうような実験をしたんですよ。ま、はい、まあ一応例が見えますよなんて方が3人ぐらいいたんで,、はいはい、でみんな結構芸人とかもいたから「はい、本当すか?」みたいなことを言って「じゃあせーので、うん、刺して3人とも同じ場所刺したら信用します」みたいなこと言ったんですよ。ーうんはい、で「ああはあまあいますからねいますからねいますからね」ってってて「そ、はい、かりました」っ3人が「じゃあせーの」って言ったら同じ場所刺したんですよ。 さしたのが全員、うん、俺のここさしたんですよ <laughs>。いやいやいや、ない、それ。見え、見えてるんですよ、だから。最近なんかちょっとね、<何>自分自身よくないこと起きてるんです、なんてことをね。はい、このチャンネルでも話さして,てじゃないですか。別にそんな、前から知った方たちじゃないですよ。それが全員示し合わせてなくって、せーので、ここってさした瞬間に。なんかみんなは、うわ、すげえ、ぴったり合ってるとか言ってるけど。<laughs> 僕だけ、そんなこと思えないですよね。そうそうね内心ね。 えっっていう、えー、あれあのついてるって、ね、だから言われてたやつだと思うんですけど、はい、だから、はい、あっほんだなんだなって見える人にはそうやって見えるのかななんてめちゃくちゃでも強いんじゃないですか僕のこの聞いたこの人たちはでもその、うん ね見よううと思って見るっててるいのまあだからああのまあ、面白がってやっちゃいましたけど、はい、それで指す場所が違ったとしても、はい、決して偽物ってわけではないと、ね、相性もあるんだっていうことですよね、はい、ただ中にはすごい霊力が強くて全部見えちゃうとかっていう,そうです、ね、だってすごいいるっていう話もありますもんね,すね普通に過ごしてる人の感覚でいるっていう気持ちあいっていう,、まあ、いいうか,か不思議な、はいはい、今回はこういったお話で。はい、ただ もう本んにね、はい、後輩だから言いますけど、はい、なんか満を持してきたっていう割には、はい、ごめんなさいねちょっと弱えなっとなて思島田 <laughs> さん僕もやっぱ学習しますこれじゃ終わらないってこと。このやっぱ強いのを出しちゃうとやっぱりこう島田さんのね見てる方とかももう皆さん目こいてますから、はい、もちろん。ただやっぱりな、えーと 本当に怖いのはちょっとずつやっぱこう見ていただきたいんで、はい、今何その序章であったとことですね <laughs> まあ本当にもうオープニングの歌みたいな <laughs> アニメでいうオープニングの歌が今終わりました <laughs> やばいもうすごいつかまれてる <laughs> 早くチャンネル解説してください<笑><笑>すぐ登録しますんで、はい、いやほんとありがとうございますはいませんいてくれたらもうほんとめちゃくちゃ助かりますただ今から話す話はあのー 本当にな,なんて言うんだろう怖いというかなんか続々と僕もした話で、うん、なんかこれここでなんかこれを考察していただきたいんですよ一緒に島田さんとか見てる人にも。あ確かに見てる方、はい、皆さん本当にすごい知識が深い方多いんで、はい、コメント欄の方よかったらお願いいたします。僕らがその、まあ、自分のチャンネルで まあこういうふうに怖い話とかをまあ相方と交互にしてたりするんですけどしてた時に相方がその僕らのえお笑いの方のライブに来てくれるちょっと変わったファンの方のお話をしたんですよ。で僕らこう撮影機材がまあえっと携帯でカメラで撮ってインカメで自分たちを写してるんですけどそのまあ話したファンの方の話っていうのがえっと ちょっとまあ変わった方でお笑いライブにすごい来てくれるんですけど、うんえっと、途中で帰っちゃったりとか、はい、まあ最後までいなかったりとか話してて最後ありがとうございましたって言って外でこう出待ちとかで対応してても急に「ありがとうございましたこれあのプレゼントです」って渡したらすぐ帰っちゃうみたいなこ、うん、んなになんかこう長々と話す感じの子じゃなくて年でいうと20ちょっとぐらいの若い子なんですけどでその子の、まあ、携帯とかの連絡先も知ってたんですよ相方も。 僕も知ってたんですけどえファンの方というかもともとんか知り合いから足を運んでくれるようになったっていう。で,、はい、で男の子であ。男の子なんです、ね、男の子二十<で>歳過ぎぐらいの子で。はい、であの単独とかもあったら単独来てよとかったら「分かった行くよ」みたいな「チケット買ったよ」とかって言ってくれるありがたいですね。ありがたくて。でそんな子からある時あの相方の携帯に。 連絡電話があってうん、方が仕事かなんかで、まあ、出れなくて折り返ししたらその子のお母さんんが出たんですよ、はい、その子の子携帯の番号がかかってきたんですけどお母さんが出られてう方が「ああすいませんあの不大弱心あったんですけど、えっと、あの息子さんからはなんか連絡あったみたいでな,なんかありました」みたいなそしたらお母さんが「あのちょっと実はちょと息子が行方不明になっちゃって、うん、っと連絡が取れなくて」 であの連絡の履歴の一番上にあったのがあなたの連絡先でちょっとかけさせていただきましたみたいな「<ー>なんか知ってることありますか?うん」みたいな。でかれこれ1週間ぐらい連絡取って、えー、でちょっと心配になっちゃって一応その警察とかにも連絡したんですけどこうまだ見つからない状態でもし何かわかったら、えー、連絡くださいみたいな。で携帯も置いてって,てで実家に住んでるしこの携帯に何かわかったら連絡くれれば私が出ますからって言われて分かりましたっていう話を 動画で撮影してたんですよそういう話があったんだよねって言ったらこう僕の携帯で撮影してるんですけど僕の携帯がその時、えー、とカメラモードで要は撮影してるじゃないですか自分らをえ。ビデオモードビデオモードか、はい、ビデオモードで撮影してて、えー、こういう話があったんだよえー、それそうな話があったんだなんかまあ不思議だねみたいなま心配ですよね,心配だよねって話したら。 カメラモードで自分らがこう映ってるのがいきなりフリーズしたこうなんかリアクションとかこういうふうに「え何その話」とか動いてるはずなんですけどカメラでは動画だからおかしいですよ、ね。動画なんですけど止まってる状態でこうフリーズしてて「あれ?」と思って「カメラ止まっちゃったわ」っつって「一回ちょっと切るね」っつって言ってで切ってその,その要は止まってる状態の動画をもう一回こうなんか直そうかなと思ったら携帯が勝手に あのカメラロールってります写真とかを保存してるところそこの画面にパッと切り替わって僕写真が多分大体その数が0からいきなり1かその時その数がゼロからいきなりジュージュージュー十十十十十ージュージューいきなり数が増えてくんですよ「で何これ?」みたいなってその話をした時にこうんかフリーズしたりカメラロールがちょっとおかしくなっちゃったりとか。 まあ、あんまその時は言いたくなかったんですけどその雪踏みになったファンの友達がこう亡くなっちゃってて何かこう僕らにメッセージをなんか伝えたいのかなっていう時のカメラロールの数字がこうバーッて上がってるところをとっさにさらにもう一個違う携帯で撮ったってこと画面を、えー、そうですね、まあ、画面で録画できるんであなるほど、ねはい、で画面録画したのをちょっと見ていただきたいなと思ってえっ なんかこう誤作動する瞬間というかなんかこれまあこういう現象があるのかもしれないんですよもしかしたらねその携帯がちょっと誤作動しちゃってカメラの写真がめちゃくちゃ増えていくっていうのがあるかもしれないんですけど、うん、タイミングとかなんかその僕らが写ってる写真があるんですけどそれがねなんかずっと見てると写真から僕らがこうなんかこう出ようとしてたりするえなんかちちょっと気持ち悪いんで ちょっと見ていいたただきなんかこう例がその電波とかこう,いう通信とかと相性がいいっていうんでよくね電子機器にね、はい、こうなんか影響が出やすいとか,とかなんでちょっとそれの時のこう瞬間というか途中からになっちゃうんですけどそれがこちらになりますね、はい。すとほんと急に数字がババババババって上がった、はい。 で僕らの画像をずっと見ててほしいんですけどなんかこう、はい、出ようというかなんか確かに、はい、なんかただの静止画じゃなくてちょっとなんか急にボンボンってこうなんかちょっとなんかちょっと不思議というか。 僕はその話したファンの方なんですけどそう最近聞いたんですけどじゃあちょっとあの亡くなってしまったってあそうだったんですかでいつ亡くなったかまでは聞けなかったんですけど多分なんかこうメッセージを伝えたいってことは多分それ話した時にはもう亡くなってたんじゃないかなっていう。はあ。ただこの数字とかその画面から出てこようとする感じとかの現象こう 見てる人とかその周りであんま聞いたこととがないない思ってこれね数字がどん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 バババババって上がっていくってことはこれどういうことなのかよくあることなのかってことと、はいはい、あとね静止の写真ですよね、はい、ホタテーズ2人が写ってる写真がちょっとこうバッて動いてるっていうのもこれよくあることなのか。はいはい、聞いてみたいんですよねでかねううどういうことなんだろうっていう。 ただあのまああのー、よくやっぱりその亡くなった方のお話とかを対談でライブなんかでも話してると、はい、その時にその方が来るっていう話ってやっぱり動画の方でこの方のお話をしたので、まあ、何か 伝えたたかっのファンだったから自分の話をしてくれて嬉しいと思ったのか分かりませんけども、ね、しかしたら来てますよ聞いてるよ、はい、応援してますよっていうメッセージなのかもしれないですよね。はい、っていう,こうなんかちょっと本当不思議というか捉えたこうまあなてんて現場というかななんていうんですかねそういう証拠というかはいはい、はい、ちょっと本当に不思議ですね <laughs> ななんか。 あの、こういうことじゃないかっていうね。はいはい、考えがある方、もしよかったら、えー、教えていただきたいと思います。はい、ます本当に、こう、なんか、聞いたことのないというか、か、はい、何なのかっていう話ですね。そうなんですよ。 何なのかわかんない方が僕はどっちかっていうと、こ、怖いなってなっちゃう。まあ、確かに自分からすると、タイミングはタイミングだけに、暴力をね、紐付けたくなっちゃいます。はいはい、そうですよね。いやー、ちょっと不思議な、本当に初めて見る。動画というか。はい、そうですね。はい、不思議な感じの。の見させていただきました。はい、ありがとうございます。あ,ますあの、今日話していただく話はよう。はい これちょっとあの令和の階段というかなんかじゃ階段第7世代みたいなみたいな感じですねえー、もう新しい階段って感じなんかあのあなんか今までそういうなんか切り口というかあそういうタイプの階段とか怖いなって思うのってなんか聞いたことないなっていう話をちょっと今日はしようかなう、うんえー、楽しみですねなんかあのまあこれもまあ聞いた話にはなるんですけど、はい、あの僕の友達の女の子栄、まあ、子ちゃん いて A 子ちゃんとまあその友達も B 子ちゃんがいて、えー、まあ男友達二人全部で四人で心霊スポット行ったらしいんです。このね A 子ちゃん B 子ちゃんめちゃくちゃ仲良くて、でまあ A 子が行くなら私もじゃ心霊スポット行くっつって心霊スポット行ったらしいんです。で心霊スポットっていうのがまあトンネルまあトンネルから廃墟も行くってみたいなまあ走りし,して行ったんですけど、その心霊スポット自体は 何か起こったとかはなくて本当にじゃあ,まあ4人で回ってえ普通に回って終わったねで終わったんですけどただその霊スポット行った後からこう B 子ちゃんの様子がめちゃくちゃおかしくなってなんか今までだったらこうえ連絡して LINE とかでこう連絡してみると本当秒で帰ってくるみたいなもう携帯依存症ぐらいのもうスタンプを送っても,もうスタンプだけで何ターンもするみたいな。 もう常に携帯見てるような子だったんですけど、はい、その心霊スポット帰ってきてからあの携帯に連絡してもあの全く23日既読つかないとか既読にもならない既読ついても、えー、帰ってくるのがもう何日か経ってからっていうのがあってなんか今まではなんかすぐ連絡返してきてくれたのになんかちょっと大丈夫かなちょっと心配になっちゃってじゃあその B 子ちゃんの、えー、LINE の アイコンというか、まあ、自分でアイコン決めれるじゃないですかそ B 子ちゃんの自分の写真をアイコンにしてたんですよ。自分の顔写,真顔写真をアイコンにしてて A 子、はい、ちゃんっていうのは、まあそのまあ、よくこう連絡取ってるからそんなにまあ気付かなかったらしいんですけどこうラリー LINE をね今までのこう、まあ、何日ぐらい帰ってきてないのかなとかって遡っていくとこの B 子ちゃんの LINE の,のこうアカウントのとこの写真がこうだんだん薄くなってってるらしいんですよね。 自分のこう顔の何て言うの全身写真というか顔写真というかがだんだん薄くなっていってて、ええ、でもそういう仕様なんだなと思って、うん、あそういう設定ができるのかなと思ってあんま気にしてなかったんですけどこれなんかもう連絡も返ってこないしこれ絶対スポットからなんか連れて帰ってきてるなつってこれなんかやばいよって男友達も相談してあじゃあちょっとまあ行ったね手前のか俺らにもなんかちょっと責任あるからそういうちゃんとお払いとか。 ちゃんと生かしてあげようつって払ってちゃんとなんか「大丈夫?」って思いたいしみたいなってで,でもただその B 子にその例えば「じゃあお払い行ってきて」っつっても多分行かないから、はい、もうこっちでお払いの手配を取っていついつ行ってねっつって言ってもうあとは行くだけっていう風にして連絡したんですよ。うん、そしたらまあ既読ついてでああじゃあもうこれでお払い行って元に戻るなと思ったらそのお払いに行く前に B 子ちゃんがまあ亡くなっちゃうん えこれまあ,そのまあ自殺されて自らこら亡くなっちゃってあそうなんですかは小いでわ行く前に亡くなっちゃったなっ,ってえいこちゃんもこうめちゃくちゃ仲良かったんでうわこれどうしようみたいなもうすげえメンタルやられてたんですけど、えー、LINE をもう一回パッと開いて B 子とやり取り見てたらそのアカウント B 子ちゃん映ってるはずなんですけどもう全く B 子ちゃんの写真顔も一切何も映ってない空の写真が映ってて。空の写真はい だからこれ連携してって魂が全部こう連携しててというかそれでえなくなっちゃって不思議な,なんかえっ本当にそんなことあったってことなんですか,、はい、か魂がなんかこうな魂メーターじゃないですけどだからまあそのアイコンの写真のまあ色合いだとかが自分の生命エネルギーみたいなものに比例してたてい、はい、だから亡くなっちゃったから全部そのアイコンから消えちゃったっていう。 なんか、最近っぽいなというか、令和に入って初めて聞いたっていう。本当の話なで、ね。のあ、本当の話ですね。<ー><ー>でも,もう一個、令和の話。はい。あの、島さん、結構、携帯のアプリ、結構使います。なんか、あの、いろんな、こう、ゲームだったり。あ、ゲームとかやったりもしますやります。はい、まあ。簡単に言うと、アバターを、その、アプリの中で作って。 えっと、若いいい子でですすごい人気だったらしいんですけどこうそう自分のアプリを作って、えー、インスタに上げたりとか、うん、こうそのアプリのアバターがこう動いたりダンスしたりなんか格好を変えたり髪型変えたりとかでそのアバターをなんか動かしてのインスタに上げるっていうのがなんか若い子に流行ってたらしい<ー>でそれをアプリ僕も初めて知ったんですけどまた別の女の子でそのアプリを、まあ、めちゃくちゃ っってやってやた子が実家に住んでておおおお父さんお母さんんんん母そのの子、えー、お姉ちゃんお兄ちゃゃ兄もいたのかな、うん、で5人で実家に住んでてでめちゃくちゃなんか広いお家なんですけどでお姉ちゃんがちょっとメンタル的にちょっと弱いというか仕事に疲れちゃってるのか,、うん、なんか仕事辞める辞めないみたいな時期でみたいな話をちょっとよく連絡で知っててあそうなんだみたいなまあでもちょ、まあ、大変だよねみたいな感じでそんなに深く。 あの突っ込まなかったんですけどどうやらそのなんかないってついさっき聞いた時に「うん、実はね」なんかそれまた不思議なんだけど」っつってあのの自分の、まあ、に似せたアバター基本は作るその子っていうのがこう茶髪でちょっと髪が長くて、うん、でまあ、えー、服装も自分の好きな格好ちょっと派手めな格好っていうので。 でも基本的なななアアプリを開かいいとそのアバター見れないですね、うん、だからあの何て言うんだろう携帯のホーム画面上にそれが出てるってことは多分ないとは思うんですけどなんかこうその子が、えっとまあ、お父さんお母さん仕事行っててでお兄ちゃんも仕事行ってで家にお姉ちゃんがなんか給食かなんかでお仕事休まれててお部屋にお姉ちゃんがいて自分もお休みで家にいてでもなんかシャワーかなんかお風呂入って。 で部屋に戻ってきたらベッドの上に携帯が、えー、自分の部屋なんですけど、うん、ベッドの上に携帯があってそのアプリが開いてたらしいんですよ。はい、であれと思ってる基本でそのなんか携帯いじってても例えばツイッター見たりとか、うん、インスタン開いてたりとかなんですけどそのアバターっていうのが黒髪でなんか、えー、薄い緑色のワンピースみたいな、うん、なんか、えー、ネグリジェというか,なんかパジャマっぽい薄い感じのワンピースを着てて。 ずっっとこう揺れていいる状態だったらしでですよ、うん、でその携帯がバーって見えて、うん、あれと思ってなんか私のアバターじゃないなみたいな。なんですけどその子が、えー、髪ちょっと長いんで、うんえー、自分の髪の毛を止める用の輪ゴムをなんか知んないけどその携帯の上にたまたま置い落ちちゃったというか、はい、自分で置いた記憶は絶対ないんですけど携帯の上にパッて置,置かれた状態で、えー、発見してるんですね。それが、えー 首つってるみたいな感じの、ね、あその輪ゴムがちょうど首のところにかかってるような、はいはい。でこうやって揺れてるみたいなあなんかちょっと嫌だな気持ち悪いでたあな。うん、なんか嫌だなってすぐ消してでもう一回起動したらあ元のアパターに戻ってるんですい。うん、えこれなんだと思って。でもなんかちょっとすごい嫌な予感というか、うん、そう黒髪っていうのがもうお姉ちゃん黒髪お母さんはちょっとショートで別に長くないみたいな。うん ななんかちょっととやだ「お姉ちゃんいるからお姉ちゃんの部屋確認しよう」ってお姉ちゃんの部屋開けたらお姉ちゃんが首つってたらしいんですけどその首の紐がカーテンの黒色の紐でさっき輪ゴムの全く同じ状態でこう入れてたっていうなんか変なリンクがあったっていうなんか何かお姉ちゃんがもしかしたら気づいてほしくて今家にいるのは妹だけだからこれ気づいてっていう。 そのなんか緑色みたいなこう薄いカーディガンじゃないそのワンピースとか言ってたじゃないですかあっちの方あの服ですねもう一個の、はい、それはリンクはしてなかったです髪長くてその首つってるこのつ、ま、られてる紐というかカーテンのあれが黒だったっていうとこだけがなんかマッチしててなんか不思議な偶然というか、はい、だからすごいアプリにまで侵食侵食というかなんか伝えてこれるんだな って思うとちょっとアバター、まあ、仮想空間とは言いますけど、はいはい、なんかもうその境目がっていうそうですねだからもしだからあのゼペットとかアバター作る時は僕は全く別人を作って,ってああ<ー>、はい、自分にこう念が入らないようにというかはい。 今本当に今現代の話だと思ったのが、はい、まあアバターじゃないですか、はい、正直自分の分身ですよね,そうですね昔から人型とか人形っていうのも自分の分身ですよね、はい、だからそういう人型を置いておいてそっちに悪いものをね、はい、行かせて自分を守るっていう方法もある、はい、それをね水に流すとか、はい、っていうのってもともとそういう部分があるじゃないですか、はい、人形とか人型って。でである地域で、はい これね名前がね「死後結婚」みたいなそういう地域があってこれ何かっていうと僕も聞いてびっくりしたそんな風習があるんだと思って例えば男性でも女性でもいいんですけど若い時に亡くなってしまった、うん、で結婚する前に亡くなってしまったっていう子供がいる親が死後の世界で相手結婚できるようにって言って。うん そのお墓とかに人形はい、はい、だ男の若い男性がなくなると女性の人形を添えるとか、うん、あとはそのなん,ていうんですか女性だったら男性の人形を添えるみたいな感じで添えるんですって、はい、でもその時の顔が全然もう人間じゃないみたいな顔の人形なんですね<ー>どうしたと可愛い顔のがいいじゃないですか、はいですね、これなんでかっていうと、うん、その顔例えば 実際にいる人間の顔に似たような人形を作っちゃうと、はい、その人が連れてかれちゃうからだから絶対に似ないような顔の人形にしてるっていう風習があるんです,、えー、すなんかそういうなんかお祭りじゃないけどもそういう風習があるっていうところで、はい、やっぱり何か人型,人型。 ねその和紙をこう人形にこう切ったものでしたけど、ね、今っていうのはそれアバターっていうそこにもやっぱ念が宿るし、はい、何か自分の同じようなことが起きてきちゃうっていう、はい、なんかもう今そういう時代になってきてるんですかねかいやそうなんですあんまり聞いたなんかより電子機器に影響与えてんなって思いますよねあ<ー>昔あんま聞かなくないですかなんか心霊写真ぐらいじゃないですかです、ね、携帯でっていうなんか動画まあそうですね アプリまで影響するっても、相当年強いなって思いますよね。で、逆を言うと、はい、もう自分の分身をアバターとして作っておけば。はい、そっちが身代わりになってくれるっていうような新しい。ああ、なるほど。なんか役除けとか、厄除、はい、けの方法あり、ね。方法とか、お払い方法とか、なんか今後。電子機器を使った霊媒師とか。で、はいはい、そうっす、ね。除霊師とか出てきそうですね。絶対出てくると思いますよ。なんか、そういうタイプ。 ちょっと聞いたことないというか、んはい、なんか本当にどんどん進化していくんだなっていう話でしたね。いや,、はい、いや毎回何ですか、島さん。まだ終わらないです。<笑><笑>じゃあすみません、え <laughs> 次回とかもお願いしてもいいですか。はい、逆にすみません、ちょっとぜひ出させてください。ちなみに次回のタイトルだけ聞いていてもいいですか。はい、タイトルですか。はい、えっと閲覧注意。 <laughs> はい、楽しみです、はい、今日はでもあの1本目2本話させてもらいたいんですけど <laughs> あ今日2本はいただ1本目のはちょっとあの島田さんとか要は談とかやる方とかもちょっともしかしたら体験してるかもしれない聞いたことあるかもしれないっていうはい、はい、あと気をつけた方がいいっていう話ですね。 あの、うん、僕の同級生で、ええー、先去年か去年の年末、まあこういう時期だったので、ズームの同窓会やったんですよ。今そういうご時世なんだ。そうなんですよ。はい、もう集まれないからズームで、えー、15人ぐらい集まって、はい、もう本当、もう眠たい人が抜けるみたいな感じで、うん、中で一人あのまあ仲良かったんですけど、こいつ誰だみたいなやつがいたんですね。 で、ええ、ええ、ええ、まあ、たとえ、たとえ。ズームの中の同級生。十人ぐらいだって。十、まあ、十五人ぐらい。十五人ぐらい。で男女もいる中で。は一人、あれってやつがいるわけ。こいつ、誰だっけなってなって、まあ、そした同級生だったんですけど。えっとね、体重がもともと。百、百とか百前後ぐらい。あったんですけど。そのズームの同窓会参加した時に、五十八キロとか。あ、じゃ、かなり痩せてたんでちょっと、あ、あれ、誰だっけって思ったみたい。あ、はい、はい。で。 え、お前大丈夫みたいな。病気なのみたいな。で大丈夫ってって。いや、ちょっとダイエットしてさ、っつって。えな、ダイエットって何みたいな。そんな、なんかね、なきゃダイエットってそんなに痩せないでしょっったら、そいつがズームの中でちらっと、まあ本当断片的ですけど、あの、ちょうど自粛緊急事態宣言あったじゃないですか、去年。はいはいはい。その時期に、あの、家でね、一人暮らしなんですけど、あの、家で寝てた時に、えー、 寝て自分のベッドがある、まあ、布団があるこうちょっと離れたリビングっぽいとこ見えるんですけどそこにあの人影みたいなのが立ってるのが見えるらしいんですよ、うん、でそして全く霊感とかないんですけどあなんか誰か立ってるみたいなあでもなんかあんま見たくないからちょっと寝ようと思ってそっちをこう背にして寝てるみたいなでもなんか怖いから心臓バクバクして変なの見ちゃったら怖いなみたいなでそれを何日か見たらしいんですよ 2日明けて見るとか3日明けて見るとかレンチャンで見るとかあってなんかムカついてきちゃったらしくて、うん、その黒い影に。次見たらこうなんか行ってやろうみたいな感じぐらいイライラしちゃったらしくて、はい、ちょっと変なというかでそのまあ寝ててまたこう黒い影がリビングの方に立ってたらしいんですよあこれ今日もいた今日はマジ行ってやろうと思って。 こう半身になって太もから起き上がろうとしたらその時の影が今まではこう後ろ姿っぽい黒い影だったんですけど、うん、その行ってやろうと思った時はちょっと自分の方を半身に向こうとしてるみたいなこう振り返るところで止まるみたいなの分かりますかね、はい、ずっと後ろ向きでこうやってたんですけどちょっとこう振り返ろうとする仕とちょっとこっちの方向いてきてるとかい、ね。はい。でうわっ何かいつもと違うと思って。 でもその時にそいつ気づいたんですけどなんか横顔俺に似てんなと思ったら自分に、はい、でそれで行けなくなっちゃって怖いどうしようみたいなでそれでも心臓バク,バクバクバクして怖いからとりあえず気づかれないように金縛りでもなかったんですけどとりあえず気づかれないように動かないようにして気が付いまあ寝ちゃってでまあそれも昨日あれ俺っぽかったな横顔次見た時はじゃあ こうやってちゃんと覗き込もうと思ってまた何日かしたまた立ってて。今度は確実に自分の方を向いてるんです。もうぐっぐって見て、あで自分の姿なんですって自分の自分完全な自分なんですよ。で、自分の方に向かってなんかこうやってやってるんですって。で、なんか言いながらこうあれだぞ。みたいな。なんかなんかを言ってるみたいなで、それで怖くなってこいつなんか言ってるみたいな。こいつってかまあ、自分なんですけど。 でそれでも怖くなって怖くなってこれ何どう解釈したらいいんだろうみたいなでも怖いしでもこの体調もどんどん悪くなってきちゃったらしいんですよねその何日か見たりとかもしてて眠れなくなっちゃったりしたりしてで緊急事態を受けたたらじゃあ健康診断ななみたいなで病院行ったらあの先生に「よかったっすね」みたいな「あとちょっと遅かったら心筋梗塞」 なってますよええー、それこれよくこういうのってドッペルゲンガのパターンと似てるじゃないですか自分がななななんかしてくなるみたいなドッペルゲンガでも見ちゃうとなくなるじゃないですかこれその時にも僕の友達がもしその病院行くとかなんかそれで体調悪いのはちょっとなんか一緒に行こうかなとか思わなかったら多分なくなっちゃってるんですよ。そうですね、はい だから唯一ドッペルゲンガーから生還してダイエットそこからもダイエットしてあそれは別に病気でじゃなく病気でじゃなくてまあ太ることに不摂生とかもあってまあ、だからドッペルゲンガを見て生還した僕唯一聞いた話だなと思ってだからまあ自分が自分に対して「お前本当に危ないぞあ、はい、病院行けよこのままじゃいけないよ」っていうふうに、はい、注意したわけじゃないですか、はい、僕聞いたらなんかそれ、はい、タイムマシーンかなんかに乗ってねあわかりますね もしかしかたらまあ未来の自分がこう大変なことになるからって言って注意をしに来たのかなとかも思っっちゃたたりもししましたけどねでもなくならなくて本当良かったなと思いますよね。もしなくなってたらねそういうトップみたいな自分の影見ててとかいう話もなくてそういうね未来から来たっていうふうにもならなかったから未来から来てた方がでもちょっと夢ありますもんね。なんかへ まあ怖いとは思いますけど、はい、でも自分の危機を知らせに自分が来てくれてたっていう話が、はい、面白い話ですね、はいで。今回2本なんですよね。はい、もう1本、はいえー、今から、えー、お話しする話がですね、えー、これはもう僕心霊スポット行ってきた話なんですけどあるカラオケ店で、えー、カラオケ店のある部屋で社員さんが首をつって亡くなってしまった。 でも、そんなに有名なカラオケのスポットじゃないんですよ。その要は心霊スポットとして有名に扱われているカラオケではなくて、まあ、そこの部屋が要はなんか出るみたいな。うん、で、そのバイトの子と仲良くなって、そのあそこの部屋やばいんですよって言われて、で、いろいろこうリサーチしてったら、どうやらその部屋にすし詰め状態で霊がいるみたいな。ぎゅうぎゅうぎゅうにそこに集まっちゃってる。何が、うん、原因あるんだろうなと思って、じゃあ、なんか取れそうだねっつって。 って言って、えー、閉店後に店長さんにお話しして、えー、じゃあ入れてもらってそのカラオケの風呂をこう回ってったんですよそしたらねあのー、その時の動画あるんですけどちょっと一回見てもらった方がええ、まあ、動画動画撮ったのにあそう心霊スポットに行った時の動画、はいはい、動画です動画にですねあの声が,がかっつり入ってましてええーはい、れ ただあのこれまあ島さんもまあこれから聞いていただくんですけどこれ前回僕閲覧注意って言ああ前回タイトルあの3本目3回目お待たせますよ、はい、って時に次回のタイトルは「閲覧注意」だっていうふうに言ってましたって言ってました。はいはい、これあの気をつけてほしいのがあのこれ、まあ、今から流す完全に聞こえる部分がも,うもちろんあるんですよあの。例の声が入ってる部分があるんですけどそこに行く前に。 何か喋ってる声が聞こえる人と聞こえない人がいるんですね。<え>なんでちょっと聞こえた人はもしかしたら気をつけてほしいかもしれないですねちょっと確認したいのが、はい、心霊スポットに行ったのは誰ですか、はい、川口とホタテーズで行ってホタテーズの2人男2人ですね 2>, 2人とあと先輩ですねソニーの芸人さん先輩じゃあ男性3人で行ってる、はい、女性の声がまあ入ってる女性の声入ってる、はい、それありえないですよねありえないですよ これはちょっとぜひちょっと聞いていただいてからあここにも声入ってないっていうのがもしわかる方いたらあの教えていただきたいなというもしかしたらあれなんじゃないの、はい、まあがっつり聞こえる部分はみんな聞こえるんだけどそのもう一つ聞こえる聞こえないっていう話が出る部分っていうのは、はい、聞こえる人は霊感が強いのかもしれないねもし <laughs> 可能性ありますねじゃあ今日はすごいですね、はいはい、自分の霊感が強いのかどうか分かってしまう、はい 動画のぜひ皆さん自分の霊感がどうなのかこれでチェックしていただきたいと思います。はい、ちょっとあのガチャガチャしてるといかまか、あ、携帯で撮影してるんでちょっと聞きづらいかもしれないんですけどこれ映映像像はああるののもありますその声が入ってるのが違和感でしかなくてちょっとそれを聞いていただいてもいいですか、ね いや違うよ。だってここ取ってないじゃん。ここ。これま相方の声ですね。でもそれってすごくいい写真じゃないですか。そ前こも。からそのフロアに回るこ,これいやこれで反射してとかじゃないですか。まあ横に撮っ,ってない。カメラのシャッターが降りないな。あんな声じゃな声になかった、ね、<laughs> 聞こえる方はもうここから聞こえるらしいです。電気出してる、ね。この窓気持ち悪いとね。

それあのえ今合ってます。ま合、あ、ってます。<う>ちなみにあの謎の積が止まらない。<laughs> それだやばいですけど寿司屋さん絶対合わないですよ多分それやばいです多分絶対やばいやばいです。急急に急込んでる。<laughs> そこのあの一箇所明らかに聞こえるってところは。ちなみにちょっとガチャってなったところでもあっ,って言ってるんですよ。は<ー>うん<ー>。でそれの。 それちなみにその亡くなった社員さんの部屋に入るか入んないかを揉めてるところなんですけどガチャってやった瞬間にあっって言ってるんですよで開けた瞬間にあーって言ってるんですよだから開けちゃったっていうことなのかなっていう、はい、っていう動画の、はい、あいなんですよねあってます <laughs> 大丈夫ですか はい、ガチャって言ったところで「あっ」って言って入った時に「あ」はい、みたいな声入ってるんです女性の声ですよねでこの時僕ら知らなかったんですけどそれもあのバイトの子に聞いたらあのこの部屋の斜め前が女性トイレなんですけど女性トイレの前に立ってる女の人を見たことがあるらしいんですよその人間ではない閉店後に立ってて こう部屋を清掃しているときになんとなく視界になんか立っているの見えるなと思ってでも女子トイレの前だから女性なんだろうなと思ってパッと見るといなくなってるみたいなことがあるからもしかしたらその方の声なのかもしれないですね電気照らしたやつこの窓気持ち悪くないまあまあそうですね,ねま,あまあ映せないこの窓あいい映せなうん気持ち悪くない

10人ぐらいちなみになんですけどあのすし詰めって言ってたじゃないですか最初にこの部屋にすし詰め状態でいるっていう何でなんだろうなと思って。 今グーグルマップって昔の状態の地図見れるのわかります？あの江戸時代ここはどういう地理でしたとか、そんなあるんですか、ね？あるんですよ。昔えっと例えば川が近くにありましたとか、うん、えとかありますみたいな昔のこう地理の地図見れるんですけど、えー、このカラオケ店の地図の住所を入れたんですよ。そしたらもうぴったりその位置が稲荷神社の跡地だったんですよ。へ<ー>でこれってことはもう近くに稲荷あるはずじゃないですか？はい。 全然なくて、うん、全部要は移動させてるんで確実冷凍なななんんじゃいいかっていう<ー>とうころにはなってたんです、ね、だから霊が集まってきて,てき、ね、しかもたまってすし詰め状態になっちゃってるんじゃないかっていう。はい、っていう稲荷神社のそうですね声声が僕らはその時気付いてないんですからねなんかちょっとそのね、はい、明らかに聞こえたという部分もう一回、はい、じゃ聞いていただきますか、はい、こちらです。 はいここにあの五十六十人ぐらいいや僕はもうはあ完全に聞こえてますけどね、はい、開けちゃったなっていうああっていうでここはまあみんな聞こえるわけですよ、ねはいそのさっき言ってた聞こえる人と聞こえない人がいるって言ってた部分を、はい、ちょっとじゃあ今から聞いていただきましょうかはいでちょっと皆さんじゃあ今そこの部分はい聞いていただきたいと思いますこちらです 電気てらしゃるんでこの窓気持ち悪くないまあまあそうですねまあまあ映せないこの窓あ、映してるのうん、気持ち悪くないもうじゃあ一人いや、増えてなて一人させて入るって一人いやちょっと待ってなんか何何でいい一人で入る何でそのあのなくなっちゃうから、ギガで、僕はちょっとわからなかったんですけどどういう声が入ってるんですか なんか相方があのその問題の部屋に行く前に違う部屋の窓が気持ち悪いなって言い出していきなりでそこの部屋にも一回入るんですよ。で入ったところをあの聞こえる方はなんかこうなんか言われなんかモリ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 ってずっとなんかを喋ってる僕らの声はもちろんこうメインに入ってるんですけどその後ろで「なんかとか何だなん何だなんとかってこうななんかをこうず,っっずっと話しかけられてるって感じで。はいで 聞こえるっていうで問題の部屋に行ってっていう流れですね。<ー>はい、その話しかけられてるような声も聞こえちゃうって方はもしかしたら霊感強いのかもしれないはい、はい、だから多分本当開けちゃまずかったんだろうでその部屋まあ店長さんとかも聞いたらあの原因不明のやっぱ機械故障がやたら多い部屋らしくてあのお客さんとか入れても変えてくださいとかあと一番変だなと思ったのがあの。 停電になったけどその部屋だけついてるっていう状態があったらしいですよなんかへ<ー>逆普通ねなんかそこだけ電気消えちゃうとかだと分かるんですけど他の部屋電気消えてるけどそこだけついちゃうみたいな、まあ、不思議な冷蔵の話の動画です,、はいはい、す本当に毎回なんかいろんな爆弾を落としてきてくるし、ね、<laughs> やつだっ,ってくださいしゃあさん <laughs> これはでも本当にちょっとあの 自己責任という言い方ちょっと申し訳ないですけど何かあったらすいませんええなんか席も止まんなくなっちゃう、ねはい、あれちょっと怖いですね なんかごめんなさい本当にちょっとちょっとごめんなさいなんかあんなに影響出るって思わないです本当に相性悪かったんだよそうかもしれないですけど8の時大丈夫でしたあ以前ねおかしいよねお階段めぐりって言ってて階段話してほしいって言ってんのに本当怖い話したらテンション下がっちゃうい本当に若者だよねごめんなさい本当に いや、だって川口はもう仕事してるわけだからね。<laughs> いや、そんなことない。よかれと思ってやってくれてるのに。そんなことない。島田さんのちょうど真ん中の、あの、やつを持ってこれなかった僕の席。<laughs> い,やいやいや、でも。<laughs> いや、あの、超ド級なやつ、や今回も<そ>ありがとうございました。あんまり急にこう、島田くんがね。せっこんだりとか。初めてなの。僕も、あの、見しては、ちょっとあんまり長いんで。 確実になんか相性んなですやっぱ音声だから絶対音出しちゃいけないんだって思ってるんだけどどうしてもなんかその瞬間だけもう咳がもうなんかうわってこう出したいのか分かんないですけどはい、はい、ええっと僕,、まあ、僕これのせいだとあんま思いたくないんですけどあの肩めちゃくちゃ重いです、ね、<laughs> これのせいだとあんま思いたくないんですけど すごい張ってるというかも張ってるんよっってていうのがねあこれが要はなんかついてるってことなのかなってあんま気にはしてないですけど今の家がその軋むところがあるなんか床なんですよなんかある一部分だけがこう人の足がちゃんと踏んだらミシミシっと音がするところがあってそこってこう誰かが踏まないとならないんですけど夜めっちゃ鳴るんですよ。 でそこから僕はこれずっと続いてるかお払い行かなきゃなと思って行ったんですけどこいつなんですかねもしかしたら連れてきてあれなんだろうごめんなさい本当にテンション下がってきちゃって待ってくださいよ本当にす,、ま、すいませんすみませんこれ、ね、なんか最近怖いからかな <laughs> なんかはい自分自身もいろいろあってまあまあそうですはいすいませんいやでもこういうチャンネルですから はい。皆さんきっとご満足いただけたんじゃないでしょうか。<laughs> 現場めっちゃ怖いです。はい、ありがとうございます。